次世代エネルギーパークっていうのがあります。ちょっと土屋さんのお話をいたします。これ土屋さんでちょっとね、僭越な言い方ですけども、大したもんだなと思った時がこの時で、あの次世代エネルギーパークっていうね、あれ太陽光とか、バイオディーゼルとか、ああいうやつですよね。ああいうやつを公園として面的に整備すると、国がそれじゃあ次世代エネルギーパークだね認めてくれるって、そういう施策があるんです。で、長野市は M ウェーブでそれをやろうとしてたんですけども、そんなことやって投資したって割に合うのかとか、あるいはね、なんで M ウェーブで次世代エネルギーなのって、あのソーダーパネル敷くらしいんですけど、そういう構想だったんですけど、なんでそんな唐突な話が出てくるんだとかね、あるいは、ね、ここね、太陽光発電エリア書いたんですけど、この辺はオリンピックの文物が展示されているスペースになってるんですよ。それどうするんですか、取っ払っちゃうんですか、そういうお話が出てきまして、議会でも結構問題になりました。小泉もね、ここはあの小泉オリンピックっていうのは長野市の財産だと思ってるんで、ここどうするんだって、そんなもんでやめたっていいじゃない、やめたっていいっていうのは次世代エネルギーパークをやめたっていいっていう立場ですよ。そういう議員は結構いた。で、長野市は審議会を作りました。この問題をどうしましょうかっていうことで第三者委員会っていうのを作ったんですね。で、その中に当時 M ウェーブの社長であられた土屋さんが入っていたんです。でね、言っちゃなんだけど、審議会って行政がね、文書作って、事務方が文書作って、はいこれでお願いします、わかりましたって、もう右から左っていうのが結構多いんですよ、長野市では。土屋さんその中にあって、これはおかしいじゃないですかってことをきちんと発言されていましたというふうに聞いてます。すいません、自分も見てたわけだけれども、記録とか見るとね、あこれそうだったんだなっていうのが出てきます。で、ここの動線どうするんですか、経営者の立場ではっきりとね言うべきことは言ってました。で、当時ね、この次世代エネルギーパークの舞台となるべきだったこの M ウェーブって、まあ、今もそうですけど、長野市から指定管理というお金をいただいて株式会社 M ウェーブが運営してます。だから長野市はスポンサーなんですね、言ってみればね。で、スポンサーに対して言いたいことをきちんと言うっていうのはかなり勇気がいることなんだと思います。で、当時からね、きちんと言うことを言える方だったなということで、その時ね、ちょろっと尊敬したんですね。まだね、その時あんまり知らなくて、今もそんなに知ってるわけじゃないんですけど、今もね、お友達扱いされてるわけじゃないんですけども、でもね、やっぱり、別に友達だからじゃなくて、政策的に正しければね、押すんですよ、議員っていうのは。で、これはもう OMA ですね、オリンピックミュージアムネットワークっていうのがありまして、これ、土屋さんのお手柄ですよね。これね、なんで俺、これね、印象残ってる。俺が質問してやろうと思って温めてたネタだったんです、実はね。長野市で札幌、長野市は日本でね、札幌と東京と長野市がオリンピック呼んだじゃないですか。だけど、その IOC、国際オリンピック委員会の公認の施設になっているっていう展示の施設っていうのは、まだ日本になかったんですよ。で、俺それ気がついてたから、こんなの誰も気がついてねえだとか、そのうち聞いてやろうと思って、またあとってやってたら、土屋さんがいつの間にかローザンヌに行って話しつけてきましたということになっちゃって、でしかもね、そのローザンヌに行って、じゃあそういう交渉をしてくださいってスポンサーである長野市から言われたわけでもないんですよ。で、事業費としてこれだけつけるから、じゃあそれやってこいやと言われたわけでもないのに、経営者としてのね、判断感覚できちんとやるべきことを自分で考えてやってしまわれる。行政よりも議会よりも素早いスピードで動いてきちんと実績を上げる。だからね、土屋候補がトップセールスやりますって言うでしょ、加藤市長もトップセールスやるって何売り込んでくる、何やるのかってちょっと不安に思うけども、小泉はね、土屋さんならできるんだと思います。だってローザンヌ行って一人で行ってこういう成果上げてきたんだから。で、これがね、世界的に長野に行けばこういう施設あるんだよっていうことが知れ渡れば、このミュージアムを目当てに外国からもお客様来るんです。長野市がきちんとね、発展していく礎を作ってくださったっていうことなん
だからね、まあ、これで終わりますけれども、なんていうか、さっき言われたんだけど、芦沢さんとか、そういう話もしてましたよね。加藤市長がね、今回も言ってるし、前回の立候補の時も言ってますけれども、自分の民間の経験をきちんと長野市のために出すって言ってます。自分の人脈を生かすって言ってます。だけど、副市長って、久保田さんが言っちゃったけど、樋口さんのね、二人体制だと。この二人とも芦沢さんが置いていった方なんですよね。で、久保田さん辞めちゃいましたんですよ。じゃあ、後任どうなってるんですか。副市長人事っていうのは、もう本当に本当に、その市長の事業を実現するためにね、きちんと考えて据えるべきポストですよね。じゃあ、その民間の人脈きちんと生かすって言ってた話ってどうなってる。黒田さん辞めちゃって、その後ずっと空席ですよ。お友達いないんじゃないですか。そこまでは言わないけれども、だけどね、人脈本当にあるって言ってるけど、あるのっていうのはね、ちょっとね、小泉としては気がかりです。1期目見たじゃないですか。で、2期目もね、同じ手で市民が、ああそうか、人脈豊富な加藤さんなら大丈夫だって思ってくださると思ってらっしゃるのかしら。小泉の疑問で、それよりもね、いい方がいらっしゃれば、その方を押し立てて長野市の発展のために尽くしていただく。これがね、私たち有権者の取るべき道であるのは明らかだと思います。どうか皆様ね、今日ね、すいません、長々しゃべっちゃいます。バトンタッチしますので、土屋候補の話をよく聞いて、皆様のお友達にもその言葉を伝えていただきたい。小泉からはお願いいたします。勝たせましょう、皆さん。小泉さん、ありがとうございました。